ったよって。あー、ジュノちゃん危ないよこの泥棒にでも入られたかのようなお部屋、リビング。あー、危ない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 よ。こうやってもう登っちゃう。今日は妖精さんか、ジュノ妖精さん、自分でもう座っちゃう。はい、もうご飯食べ終わったんだけど、ここに登って座って降りて登って座ってというのが楽しいようで、ゆのちゃん危ない、降りよっか。ちょっと一旦降りますよ降りれる？どうやって降りんの？降りれない？よいしょよいしょ、おっと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 、降りないの？怖い。そしてこのテーブルの上までこう登ってくるので、はい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 、降りましょう。危ない危ない、しがみついて離さない。とりあえずこれはこうバラせるので、こうやって遊んでてもらいます。はい、ちょっとじゅんのちゃんのいながらのこのリビングのリセットと、もうこんな感じです。もうやばいです。昨日寝落ちしてしまって洗い物で、パパが洗い物をしてくれた食洗機の中、お昼とかからの食洗機のものをパパはここに出してくれてるの でこれは乾かすマットなんですけど、パパもこうボンって置くだけで、ちょっとこれ乾いてるかな。はい、まあでもね、洗い物してくれるだけで感謝感謝です。ゴミもちょっとこのリサイクルの方のゴミとか、はい、もうすごい。あー、ジュノちゃん危ないよ。毎日ちゃんと片付けてるのにこうなる。だいたい夜にみんなでちゃんとリビングを簡単に片付けてから寝るんですけど、昨日はちょっとママも疲れてそのまま片付けもさせずに寝てしまったので、さあ片付けようというその時間を取るのもね、結構大変だったり、そういう習慣がねまだつかないので大変です。はい、でも大体は寝る前にちょっと整理しようねって言って片付けて寝るようにはしてるんですけど、今日はこんな状態なので、これこそ動画に撮ろうと思いました。この惨状、そう、昨日このブロックをね出したので、余計にブロックを出すと、テレビとか iPad とかそういうものをせずにすごく集中して3人で遊ぶの、あ、テレビって言ったから遊ぶので、まあ散らかるんですけどね、すごくいいかなと思ってます。ああ、アホ書いてた。うん、よく聞いてるね、よく聞いてるね。うんうん、はい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 、うん、テレビつけるの、じゃあテレビつけてようかな。うん、じゅんのちゃんが、はい、おとなしくテレビを見ててくれるといいので、ちょっとテレビをつけて、はい、リセットしていきますはい、もう簡単にそばに座って、はい、つけますよ。うんうん、はいはい、よかった、楽しそうね。はい、スイッチオン。はい、ちょっと自分を見せてますえ、誰？誰？これ誰？ジュノちゃんだね。ジュノちゃんどこ？はい、画面にジュノちゃんが2人。
までリセットできました。珍しく、あー、ジャバジャン、ダメダメダメ、それクリーム出しちゃダメだよ油断も隙もない。よいしょ、今度はお部屋一緒に片付けようね、ジュノちゃんそうだね、それいつもぬりぬりしてるもんねはい、保湿クリームね危ない、それね、よくね、ピュって出してるんだよねどうやって使うの？うん、あとでぬりぬりしようね髪飾りどこ行ったの？頭にお花つけてたでしょ。しゃっくりした。お花どこ行ったん？お花、お花どこ行った？なんかいろいろ踏むな。はい、このお部屋をリセットいきますよ。どこ行った？探してる、頭の。掃除しててもこんなにほこり はい、こんな感じでイエーイ、綺麗になったよってイエーイはーい、やっぱりね、テレビがあるとね、自分を見てるんですけど、ついてるだけで結構おとなしくしてくれるので、なんか見る、お歌見よっか。お歌、何のお歌がいいかな。うん、ちょっと待ってね。しのちゃんが最近大好きなお歌は、
がとう。チャンネル登録よろしくお願いします。ユニコーンキッズまた見てね。